兵庫県川西市の山下城の土塁土塁とは、敵や動物などの侵入を防ぐために築かれた、主に森土による、堤防上の防壁である。山品本願寺の土塁や都近世城閣の土塁日本では、古代から近世にわたって、豪族の住居、観光集落、陣地、城、寺などの周囲に、ライン状に盛られた。安土、的土とも言う。 平地に盛られる土類は、堀と組み合わせて作られ、堀をうがって生じた土をり土に利用して作られることが多い。これを、総上げ土類という。土類内側からの高さは低くて、約2メートル、高くて3メートルほどある。また、り土ではなく山の斜面で切り土をして、勾配を作ったものを切り岸を言う。江戸時代以前、こうした土類や切り岸は、土井、土手と呼ばれていた。 土塁の役割として、防御区画内部への攻撃側の侵入を阻止する、障壁、攻撃側からの防御区画内部への視界を遮り、射撃を防ぐ、戦術上有利な位置となる交渉を、守備側に占いくらいさせるなどが挙げられる。通常の土塁は、車のライン上に盛られるが、縦土塁という、山などの斜面の縦方向に盛られた土塁もある。上り石垣と同様の機能である。 車の櫓を上げる部分では、土塁の幅を広く取る。城によって、ラ台は、石垣とする場合もある。土塁の天馬や乗り面にできた平面部分を馬刀と言い,い、人馬が通行可能な幅を取った。一方、規定部を土敷居という。馬刀に平野柵を建てた場合、場内側のスペースを無者走り、場外側のスペースを犬走りと呼んだ。犬走りは、 塀の基礎を安定させるためのスペースであり、一尺五寸程度以上の幅を取る必要があった。土類は、その工程によって大まかに二つの種類が分けられる。土止め土類は叩いて固めることで、完成時は乾燥すると固く頑丈となるが、土砂でできているものであるため風雨に弱く、叩き締めた状態のままにしておくと土砂が流出して崩壊してしまう恐れがあった。こうした、 斜面崩壊を防ぐために土止めを施す。土類の糊面に草を植えて繁殖させることで土類崩壊を防いだ。芝を植えたものを芝土井と言い,い、赤土に芝を混ぜ叩たたき固めたものもある。植えられる草は芝だけでなく蛇の髭、小笹、熊笹、竹なども植えられた。特に竹を植えたものは豊臣秀吉による古戸や津山城にその例があり、津山城では 竹戸手と呼ばれていた。また、熊笹を植えたものは、熊笹土類とも呼ばれ、降雪の多い地域の城に例が多い。また、土留めには、腰巻石垣という、底辺部に低く積んだ石垣も用いられた。ありがとうございます。